アブロ730コンセプトイメージアブロ730はイギリス空軍のマッハ3を予定した偵察機爆撃機。実用化された場合には戦略核攻撃部隊のサンボルトボーマーを代替しイギリスの核抑止の一環となるはずであった。この計画は他の有人航空機計画と同様に1957年の防衛白書に基づいて中止された。冷戦前期。 RAF の3ンボ,ボマーは、イギリスの核抑止任務を与えられていた。爆撃前、爆撃後双方において、3V ボマーを支援するための長距離、超音速戦略偵察機の必要性が認識されていた。1954年には、運用要求330が出され、防御網を突破して、ソ連に侵入する航空機が求められた。予定された機種は、 高度6万フィートにおいて、マッハ2.5の巡航が可能で、最高速度は、マッハ3に達し、航続距離は5754ミートされた。その時点では、世界的に見ても、最も野心的な高性能航空機であった。航空機メーカー3社が試案を提出した。ハンドルページ HP100、ビッカース SP4 及びアブロ730である。 全ての案が未来的なデルタ翼か、針のような細い機体であり、HP100 では10機、SP4 では16機、730では8機のエンジンが装備されることとなっていた。1955年半ばにアブロの案が採用され、開発が始められることとなった。アブロ730の開発支援のため、ブリストル188が製造され、翼系や後には、 長時間の超音速飛行を実施した際の金属材料への影響が調べられた。爆撃能力が追加要求されたこともあり、10種類ものプロトタイプが提案された。最初のプロトタイプはアブロ731という名称が与えられたが、3、8スケールの試験機で1959年に飛行が予定された。このプロトタイプの製造中に、 国防大臣のダンカン・サンズが計画の中止を発表した。アブロ730が実用化される10年後にはソ連の対空ミサイルに対応できなくなると考えられたためである。アブロ730の中止にもかかわらず、ブリストル188の開発は継続された。アブロ730の開発はファーンポロのロイヤルエアクラフトエスタブリッシュメントにおける 超音速輸送機の研究に貢献し、後にはコンコルドの開発を陰で支えることとなった。アブロ730はカナード型の翼配置を採用し、低速時にトリム効力を低減する一方、揚力を増すことができた。胴体は細長く、高いファインネスレシオとなっていた。少しテーパーしていたが、ほぼ区形の翼は胴体の中央に取り付けられた。 アームストロングシドレー P156 エンジンが、翼端上下のポットに収められ、計4機が装備されることとなっていた。ファインネスレシオを維持するため、従来型のキャノピーは採用されず、機体側面に小さな窓があるだけで、離着陸時には、収納式のペリスコープを用いた。乗員は、パイロット、広報担当、レーダー担当の3人であった。この最初の案は、 純粋に偵察機として設計され、レッドドローバー側面監視レーダーを装備し、後続する三 v ボマーの爆撃目標を見つけることを意図した。アブロ730偵察爆撃型の三面図開発が進むにつれて、レーダーのアンテナは当初の予想より小さくできることが分かり、機内にかなりのスペースが生まれた。RAF はレーダー偵察だけでなく爆撃も 副次的な任務とすることとし、このスペースを長い爆弾層とし、武器、または内部造装を収納できるように求めた。高速爆撃機に関しては、運用要求 o r 3 3 6として他の計画があったが、この2つの計画が合体して新しく、運用要求 r b 1 5 6が生まれた。このため、設計の大幅な変更が必要となった。新しい案は、 当初の案と、おおむね似てはいたが、全体として大型化し、また翼系も変更された。翼面積を増加させるために、ウィングレットがエンジンポッドの外側に設けられ、全体の形は古典的なデルタ翼に近づいた。主翼全体の2、3に当たるエンジンポッド打ち翼は、およそ45度の交代角を持ち、外翼は60度の交代角となった。エンジンポッドには、 片側4機ずつのアームストロングシドレー P176 が収められ、エンジンは合計8機となった。ポッド全部は円形で大型のショックコーン1機が取り付けられた。後部に行くに従って、ポッドは四角形に近づき、主翼後端とポッド後端は同一面にあった。区形のカナード、隠れたコックピット、大型で先端が欠けたデルタ型の垂直尾翼などは、 最初の案を受け継いだ。また、新しい案では、乗員は二人に減らされた。爆弾層は、幅は狭かったが、50フィートと非常に長く、スタンドオフ型の核弾頭ミサイルが搭載される予定であった。このため、ブルーロゼットという名称の新型核弾頭の開発も開始された。出展、ポルマール諸原性の武装。ありがとうございます。